皆さんこんばんは、豊田萌です。皆さんこんばんは、伊藤美久です。私たちピクシスです。ピクシスのキラキラ大作戦。この番組のコンセプトは、私たちの好きなこと、興味のあることを何でもやっていこう、持ち箱をひっくり返しての番組です。あ、ちょっと拗ねてますね。まあしょうがない。なんならなんならというか、なんせ今撮ってるのはテイク2だからさっき私マイクここにつけてた誰だそんなところにマイクつけたのは。萌えさんのそんなところにマイクつけたの。ここけてて誰だ。拾えなくて今撮り直してる。ひどいね、うん、ちょっと猫にこうインタビューしてたらさ、うん、ここにつけてたまんまで始めちゃってさ、怖い世界観撮り直してます。撮り直しなんでね。ああはい、じゃあやりましょうか。恒例の何の曲を弾いているでしょうかクイズロボットみたいだったけどエンディングでね、答えは合わせはしますけど、はい、ヒントを言うと、こう今回弾くのはちょっと懐かしいかな。うん、でも結構みんな知ってる。私たちが小学生ぐらいかな、うん、それで言うと分かると思うな。でも絶対知ってる曲ですね。じゃあサビ前から行くんで、みんな想像して聴いてください、はい、じゃあた完全に、うん、すごかったね。まあ入り込んじゃったな。入り込これはわかるわ。わかりやすかったかな。これはわかると思います、はい、皆さんエンディングまでお待ちください。お待ちください。はい、それでは始めていきましょう。ピクシスのキラキラ大作戦スタートです。ピクシスのキラキラ大作戦。はい、ということでグッズのね、お、そうですね、改めてしましょうか。番組新グッズです。今受注受付中です。我々のハートが合うバージョンのアクリルキーホルダーと、3 time coins pixies 3度優勝した女たちピクシス T シャツ、いいですね、いいですね。白地に黒で着やすいデザインと爽やかな感じになっておりますんで、なんてあります。ぜひ番組を応援する気持ちで買っていただけたらなと思います。よろしくお願いします。よろです。よろです。はい、では来ました、恒例の毎回ほぼカットされる私たちどんなテーマでもフリートーク5分はいけます。カットされるのにね、カットされるのにフリートークする気持ちよね。あ、まあ、前回は使ってもらったのか。タコスの流れあったからねいや、まあまあまあ、まあまあまあ、いけましたね。はい、そうですね、はい、じゃあメール読みましょうか。了解です。キラキラネームチョコンさんです。ミック、モエさん、ピクシース、ピクシース、毎週楽しく番組を拝見しております。ありがとう。先日なんですが、今年高校3年生になる女の子に日程は決まっていませんが、2人で長島スパーランドに行こうって誘われたのですが、これはデートと捉えていいですか。デートじゃん。長島スパーランドってどこ、プール、普通の遊園地、何県、三重県、あ、じゃあそっちの地方の子なのかな。遊園地に行こうって、え、2人ちゃんと2人で本当に2人2人で長島スパーランドに行こうって誘われたんですが、これはデートと捉えていいですかって。デートやん、そんな。もう行くっていう返事はしたのかしらね。え、デートだよね。これはデートじゃない？だってさ、うん、女の子の方から誘ってるわけでしょ。ありじゃんこれはだってもう何も言うことがないっていうか、これは完璧に行くべきというか、いや、デートである。レポ、レポ欲しい、レポ。高校3年生だって。え、高校3年生になる女の子にっていうことは同い年なの、先輩なの。あ、確かに。まずはなんか言い方ちょっとね、それも気になりますよね。同級生っぽくない言い方だね。
うわ、いいな。何乗る？何乗る？あれ乗ろうよ。ゾウ、ゾウのさ、コイン入れて絶対にあるもんね。絶対にあるじゃん。には絶対にある。あれ一緒に乗ろう絶対。あれ乗る高校3年生の女の子乗ってくれるかな。遅いな遅いな、時間がな、まだ終わんないかな。これやりたい、やってほしい。これやりたい、これやってほしい。いや結構大事だよこのデートだから。そう、こういうことしちゃうとやっぱりちょっとなんか雰囲気違ったみたいな。これ乗りたい女もいるから夜と乗りたいって言われたら一緒に乗ってあげたらいいけど。ここにいるからこれ乗りたい女俺あれ乗りたいから一緒に乗ろうぜみたいなのはちょっと、ね、いいじゃん。難しいと。キュンってするよ私これ。一番最初に乗るものこれだったら笑っちゃうもんね普通にそれこの子おもろいってなっちゃうそれ行く、うん、なんだけどな。観覧車乗ろとりあえず。最後はやっぱ観覧車だね。観覧車乗ってもう最初はこう反対の位置に座ってたんだけど、ちょっといい感じになった時に隣座って、そしたらゴンドラがちょっと傾いた時に、え、怖いみたいなやつやろ隣で隣キャンって腕つかむ。ちょっと動かないで、揺れたやろ、やろ男が男の方をやってた。 今男の方やってた。そうそうそう女の子の方じゃなくてチョコンさんがやる方やってた。え、怖いだとしたらとってもチョコンさんをやってたんだけど。違ったな、女の子やってたの。あ、そう、びっくりしたね。ちょっと応援してます。楽しんできてください。レポもお待ちしております。お待ちしております。はい、ということでお便りありがとうございました。番組ではこれからも皆さんからのメールをお待ちしています。メールアドレスは pixis@secondshot.jp です。たくさんのお便り待ってます。続いてはこちらをお送りします。ピクシスの〇〇大作戦。はい、毎回一つのテーマを打ち出していくこちらのコーナー、〇〇の部分はその都度変わりますということで、今回の作戦はこちら。ピクシスのカジノ大作戦リンカーネーション。はい、第2章に突入したカジノ大作戦。ミニゲームに挑戦する前にクリアできると思えば多くかけ、その通り的中すればジュエルが倍に、逆にクリアできなかった場合はジュエル没収。ジュエルが先に、一定数に達した人には何かいいご褒美があるよ。なるほど。はい。さあ、現在のお互いのジュエル数は、私が35、ニクがマイナス8です。私は今日も10、はい、借金しました。今日これがマイナスになったらマイナスがただただ増え続けますよ。だから8なんでギリ全部返せます。勝てばね。じゃあそんな一つ目のゲームなんですか。一つ目のゲームはガーマルチョバ障害物競争。じゃあルールは簡単。要所要所で決められたパントマイムをクリアしながらゴールを目指します。タイムが早かった方は無条件で5点獲得。ただしスタッフ4名が1人1から5ポイントで芸術点を採点し、全ての合計得点が高かった方の勝利。勝った方はジュエル倍増です。まあ、スピードだけじゃなくて芸術点も取りに行かないといけない。じゃあただ適当にスピードでパパパパパーってやったら芸術点をもらえないってことだ。なるほど。これ難しいですね。最終的に芸術点を稼いだ方が多いね、点数的には。そうだね。でもそれがめちゃくちゃ遅かったらまず5点もらえないから。もらえない。うわ、なるほどな。っていう難しいんですけど、じゃあ、はい、ちょっとコースを説明します。はい、そちらから始まりまして、はい、ちょっとじゃあ、まずこちらから始まりまして、壁を触りながらドアノブを探し、はい、中に入るパントマイム。はい、ドアに入ります。はい、ドアに入る、はい、入りますね、そしてその後綱引きで綱を5回引いて、はい、綱引いてみます。カバンを、あ、紙袋ですね。紙袋を持ちます。はい、で、カバンを空中で持って3周させてくる、あ、3周します。自分が、え、逆回り、そしてカバンを置いてエスカレーターで下に降ります。エスカレーターね、このエスカレーターはここですね。ここでこうやってやってくるんですね。で、ラストまたそちらに戻っていただいて、はい、重たい扉を下から持ち上げてくぐってゴールです。サスケスタイルね。はい、はい、で、ゴールですね。はい、
というルートで行きたいと思います。え、カバンの回すの今の違かった？カバンは動かずに自分が回るの。あ、そういうこと、うん、カバンは動かないで、こういうことか。あ、なるほどね。そういうことですね。理解。さあ、このゲームにジュエルいくつかけますか？道すぎ。え、むずいかな。え、でもパントマイムちょっといけそうな気がすんだよな。あれ、急な、そんな自信、うん、ちょっと私これ分かんないから波数の5をかけよう。え、でも今4ぐらいかけといた方がいいのか。まあ、自信あるんだったら結構多くかけた方がいいんじゃない？え、マイナスにしないためには勝つしかない。3にする3。それ何かけたとしても勝つしかないよ。3かける。お、3ね。いいの ?3 で。うん。4。4かける4。4でいいの ?4 かける。じゃあ、どっちから先にやりますか？じゃんけんするか。じゃんけんで勝った方にしましょう。最初はグー、じゃんけんぽい。あいこでしょ、あいこでしょ、あいこでしょ、あいこでしょ。どっち勝った？どっち勝った？ちょっと、じゃんけんってさ、ちょっと分かんなくなるね。一瞬分かんなくなる。一瞬分かこれは萌えさんの勝ちなので、じゃあ萌えさんからってことですかね。あ、じゃあ伊藤さんから。おいおい話聞いて、なんか、勝った方からねって言うたやろ。いや、勝った方から決めるんかな。決めるってこと？決めるんかな。うん、まあいいでしょ。ちょっとファントマイム自信ありそうだったから。ちょっと私、ファントマイムちょっと。ちょっとやったことないんでね。そう、は、ちょっと、お初なんで。じゃあやってみますか。はい。では、スタート位置に。ドアを探す。はい。それでは、ミクさんのチャレンジ、よーい、スタート！お、音が入りました。で、続いて、綱を5回。2、3、4、5。さあ、続いて、カバンを、引き寄せて。何が入ってんのかな。1、2、3からの3回めっちゃ回ったよね今。で次エスカレーターからのラスト、重たい扉を下から持ち上げて終了。よし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 。さあ、まずタイムは、48秒。あ、でもなんかなかなか、だから自信あるだけ結構なんか上手だった。やった、ちょっと芸術点狙っていきたいと思います。じゃあひとみさんから4。お、4! おぉ、全員4点。高得点。全員、まさかの、めちゃめちゃ高得点。これが基準点になりますよ、はい、皆さん。2人しかいないけど。結構、高いな。芸術点重視でいっちゃったもん、ね。しかも48秒ででしょ？それでは、うん、トヨタさんのチャレンジいきたいと思います。よーい、スタート！どこ？扉が…喋るな、喋るな。ほんとま今、喋るな。ここだ。アリスやん。何この名は、豆の木やん。いい、大きさの豆の木やん。大きな株でいいやん。まだ四、五、はい、はいはい、はい、これディズニーランドにある持ち上げられないやつ。動かないんだよな。ちょっと私が回ってみる。ずるいぞ。ずるいぞ。それはパン。あ、重い。あ、もう3回りましたね。あ、回って、あ、はい、エスカレーター。なーん。溶けた。溶けてんな。修理しといて。はい、最後、最後、扉、小さな扉を、はい、持ち上げて。
やばい、疲れつき死んじゃいそうだよ。やばいやばい、もうゴールだよ。もうすぐゴール、頑張れ。片方の、あー、はい、全身のパフォーマンスでしたけれども、全力パフォーマンス。さあ、まずは、秒数の方確認いたしましょう。秒数1分23秒。はい、まあね、対策でしたからね、長編でしたね。めちゃめちゃ喋ってましたけど、パントマイムだけどね。はい、それではね、一斉にあげましょうか。じゃあ手でね。なるほど。それでは、スタッフの皆さん、一斉に得点をお願いします。あれ1、4、5 4.5 1、4.5 4 5 5 ヤマイスが5上げてます。ヤマイス壺にはまってました。萌え推しカメラマンには1もらった。どうなってるん。パントマイムに厳しかった。厳しいな。喋ってたんで根本の。いやでも演技だから、演技だからいいかなって。ということで、全部合わせると16対14.5 かな、合ってるかなということで、まあ秒数も伊藤さんが早かったんで5点プラスなので、くそー、やったー、くそー、ええそうじゃん。結果負けじゃん。え、何やっても負けてたってこと？うん。萌えさんがもし私より早ければ勝ってたかもしれないけど、あのボリュームでやるな、 100% 負けてたんだよ。満点でも負けてたんだ。頑張っちゃったじゃん。いいパフォーマンスだったよ。すごいストーリー作っちゃってたじゃん。はい。さあ、ということで、ジェール倍増、嬉しい。負けたん。やったー。ご募集です。さあ、それでは、なるほど、2つ目のゲームに行きましょう。次刀、こちら、笑っちゃダメよ言い方 PK。 終わり。なんでよ、笑っちゃダメが一番苦手なんだ。確かに、またそれはね、ピクシスが苦手ですからね。2人ともね。ルールは簡単、ランダムで与えられたカードの札から束から好きなカードを選択、うん、そこに書かれている言葉を言い方だけで面白く相手に笑わせられれば1ポイント、うん、3回勝負して獲得ポイントが多かった方の勝利、勝った方はジュエル倍増です。なるほど。これはむずいです。芸人さんがやっても滑る企画やん、これ。ハードル高すぎ。ハードル高いな。さあ、このゲームにジュエルいくつかけますか。笑っちゃダメなんでしょ。一番苦手。でも5を募集されたから、うん、5か。でもこれ自信ないから、めっちゃ自信ないな。いや、笑っちゃうもんだって、こんなの。マイナスになるのを避けて3にしとこ。はあ、だってもうダメだ、今もうすでにスイッチ入ってる。ギラスイッチ入っちゃって。むずい。いや、でもこれ私は、今プラス5をかければ借金返す。借金返す。じゃあ5にしよう。よし、いいですね。え、プラス5以上かけたらプラスになるって。5をかけたらチャラ。じゃあ6。いいですね。ではでは、2つカードの束ございますので、はい、どちらがいいか、せーのでちょっとね、指差しましょう。せーの、右。じゃんけんね。最初はグー、じゃんけんぽい。いや、右。ありがとうございます。じゃあ、左。ありがとうございます。じゃあ、先行後攻決めましょうか。え、もう笑っちゃダメ？今のうちだね。さあ、先行後攻。これもじゃんけんでじゃあ決めましょうか。はい。最初はグー、じゃんけんぽい。負け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 。じゃあ、先にやってもらいます。ちょっと待って、ちょっと待って。これな、3回やんのか。3回やんの。OK。なるほどね。もう手札見ていい？よし。
つらい。こっち。アジャコング。ミドミ。嘘でしょ。嘘でしょ。この空気に耐えられなかった今。そうなんよ。この空気に耐えられなくて笑っちゃうね。うん、そうか、まだ3回戦あるから分かんないのか。ピスタチオ。危なかったー。ニベアー。はぁ、自分で笑っちゃうな。空気に耐えられなくて。しんどい。しんどい。これラストだね。ちょっと見ない方がいい、これ。アナコンダ。これは、まだ続くのかな。これはまだ、まだ続く。3回勝負。お、それではポイントあ、終了。それではポイントを発表していきましょう。ポイントの合計は、萌さん1ポイント、私0ポイントということで、え、あれあれ、お、あ、そっか、私はそっか、二度見でね、の空気で笑ったのね。二度見の空気で笑ったんですね。オッケーです。なので、ということは伊藤さん没収。伊藤さん没収。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 お、没収。あー、なるほど。没収。はい、ということで、結果、私は、鼻水出ちゃう。萌えさんが33。になって。私が、7個持ってるけど18マイナス。あれ？ 10 増えてる？負債が増えましたね。負債がなぜ10も増えたんだろう。え？今日10借りたからだ。あー！だから7返せば。7返せばいいってことか。11。なるほどね。はい、返しますよ。返します、返します。これさ、言い方よりもさ、もうなんか、脳内で再生する、普通に読むのが一番じわじわした、私。一番最初の手札見るだけで。カレー飯。もつ煮込み。無言が一番じわじわしたな、これ。アヒージョ。はい、ということで。普通の単語なのに。なんでこんなおもろいんやろ。身を削った。はい。終わろう。コーナーでしたね。はい。以上、ピクシスのカジノ大作戦、リンカーネーションでした。ピクシスのキラキラ大作戦。お送りしてきましたピクシスのキラキラ大作戦、エンディングのお時間です。番組では皆さんからのお便りお待ちしています。普通とはもちろん皆さんの宝物に関するメール、先生大作戦への質問や二択大作戦のどうでもいい二択キラピク VR 宛てのメールなど何でもウェルカムです。メールアドレスは pixis@secondshot.jp pixis@secondshot.jp です。たくさんのお便り待ってます。ここでピクシス情報です。ドラマ CD 響きユーフォニアムフィフスアニバーサリーディスクきらめきパッセージ発売中。そしてオンラインバースデーイベントのアーカイブが YouTube のピクシスチャンネルにアップされています。そして響きユーフォニアム公式吹奏楽コンサート、北内高校吹奏楽部第5回定期演奏会5周年記念公演の開催が決定しました。4月14日名古屋国際会議場センチュリーホールにて昼夜2公演で開催。夜の部は配信あるのでよろしくお願いします。はい、私からのお知らせです。伊藤美香8枚目のシングル、4月スタートのテレビアニメ戦闘員派遣しますのオープニングテーマナンバー6、4月28日発売です。 MV も公開中ですのでぜひご覧ください。そしてアナログ版ビームユービバーチェもゲーマーズさん限定で同じく4月28日発売、お願いします。
ナンバー6発売記念ミニライブ&トークイベント5月3日科学技術館サイエンスホールにて開催です。参加方法は応募用紙配布期間中に対象店舗にてナンバー6をご予約されたお客様に先着でイベント応募用紙を配布いたします。詳しくは伊藤美久公式ツイッターホームページなどご確認ください。はい、そして番組公式グッズが出ます。改めて、我々のアクリルキーホルダーと T シャツがありますのでぜひ受注受付中、皆さん番組を応援する気持ちでよろしくお願いします。探したけど見つからなかった多分画像で出た画像が出てます。はい、そしてイベントのお知らせ、セカンドショットナイトガールズパーティー2021コラボレーションが、5月8日土曜日メルパルクホール東京にて開催します。昼の部はトライセールのトライアングルハーモニー&我々ピクシスのキラキラ大作戦で、夜の部があいみとはるかの2年 A 組青春アクティブ&高港大西の高西屋でございます。はい、どちらもキャパシティを2分の1にしての集客と配信の両方で実施いたします。詳しくは番組ツイッターおよびセカンドショット公式ツイッターでお確かめください。はい、セカンドショット通販ではピクシスのキラキラ大作戦ファンディスクなど様々な番組グッズをお求めいただけます。またセカンドショットチャンネルの有料会員になっていただくと、この後23時から配信するピクシスのキラキラ大作戦アフタートークと放送に入りきらなかった部分を丸ごと収めたアーカイブ完全版を楽しみいただけます。どうぞよろしく。はい、さあそうだ、いつも忘れちゃうけどオープニングの演奏した楽曲の答え合わせをしたいと思います。しましょう。正解は瞳を閉じてです。平井堅さんのね、名曲ですね。これ結構わかりやすかったんじゃない？ラフエーバーのからやりますから。やってましたか？瞳をやってましたか、ね、じゃあちゃんとこのモノマネも入ってましたね。ちゃんと顔でも結構、ね、もやってたんで見返してみてください。当たった方おめでとうございます。ありがとうございます。それではそろそろお時間です。お相手はトヨタマヨと伊藤美久ピクシスでした。またね。またね。